はいどうも、翔平 TV です。本日は、三上さんとロング T をやっていきます。そこでね、まずね、なんか茶番が始まっているんで、皆さん、ぜひともこの茶番を見届けてください。お願いしまーす。ロンティー言ってます？いや、私結構背ちっちゃいんで、飛ばないタイプ。え、背ちっちゃいの？え？いやいやいや、見えてないじゃないですか。三上さんやばい。見えてない。いました、いました。時間の都合、ちょっと僕と三上さんでやるんですけど、金ちゃんは三上さんの応援をしてください。この後のロングティーで翔平より飛ばしたらプレゼントをあげると約束しました。さあどうなるか。そう、風使ってください。でも条件一緒。条件一緒。はい、それではやっていきましょう。でまずですね、今回使うのこれビヨンドマックスレガシーっていうバットなんですけど、あの軟式野球界で一番飛ぶと言われている、ウレタンっていうゴムの素材で、ゴムとゴムで反発してえらい飛ぶんですよ。相当飛ぶんで、多分公式より多分飛距離飛ぶと思います。お、はい、で重さが 720g、84cm。 女子野球時代どうですか？時代というか女子野球の時はバット軽くて790とか。マジで800いくつ振ってんの？800くらいですね。810です。いつも使って。え、マジっすか？あの僕ら大人はこれ720とかそんぐらいですよ。やばい、軽い。ブン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 いっちゃう。多分ブン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 、それいっちゃいます、いっちゃいます。とりあえずこれでロンティーしますんで。今ヒロトがね待ってんすよ。はい、どこ行った？あっちにいない。こっちこっちこっち、あっちあっちあっち。で森に入ったり俺を越えたらもう何かあげますね。よし、はい、頑張れる。頑張ろう。頑張りましょう。はい、行きましょう。ゴー。お願いですか？お願いします。先行は三上さんからです。全然振ってくれねえじゃん。まずは三上さんの素振りから。綺麗ですね。大丈夫？大丈夫？おー、いいね。あ、
よいしょ、おー、いったこれ、いったぜ、おー、おーこあ、ナイスキャッチ、ね、でも、結構いったんじゃない、ラスイチ、ラスイチ、ラスイチ、これ、ひょっと超えたらでしょ、これじゃあ、超えそう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 、超える、超える、超える、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いやいやいや、ナイスだって、いやいやいや、めっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる、土のところらへん、そうそうそう、すぎ、ちょっと芝生の方に行きましたね、いや素晴らしいですよ、いやいいですよ、完璧です、もらえなかった、いやいや、まだもう分かんない、俺よりだから、俺より飛んでなかったから、そうですね、俺が一発で、あ、俺がもう森に打っちゃったらもう終わりですけど、はい、なんですけど、あのおっちゃんすげえ疲れてますからちょ負けていきましょう、じゃあ次俺行きますよ、はい、行きますよ、行きましょう、はい、行こう、さあ続いて翔平の出番です、まずは軽く打って結構飛びますね、ナイスキャッチ、この後衝撃の打球が、うわうわうわ、えぐ、え、あったあった、あれあれ、あー、入ったー、すごいやばっ、俺が逆光で終えてね、ジャケンだー、はい、はい、お疲れ様でーす、いや、大丈夫でした、もう朝一枚っすよ、朝一枚っすよ、はい、まあまあ、でもこうやってなんか適当にやるっていうのが大事なんで、はい、距離出るか、はい、ちょっと待ってください、じゃん、これ翔平ズユニなんですけど、翔平ズユニフォームので、おふくろ時代37番、え、ありがとうございます、けんちゃん28番なんですよ、28番、やばいですか、これ着て後で試合で来てください、試合で、ありがとうございます、これ着てやります、ありがとうございます、はい、まあまあまあ、まあ、先ほど打てなくてもね、あげますから、ね、はい、まあ、そんな感じでまた多分コラボすることがあると思うんで、またね、よろしくお願いします、ということで、後でじゃあ試合行きましょうね、はい、はい、本日ですね、コラボしてくれましたこのお二人の、YouTube チャンネルないんですけど、インスタと Twitter とかいろいろありますので、こちらは動画の概要欄も載ってますので、チェックよろしくお願いします、というわけで本日の動画は以上になります、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、それでは、ありがとうございました、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、それでは、ありがとうございました、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります、チェックよろしく、チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます、2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします、チャンネル登録は必須でお願いします。